動いてるかな。はーい。かわいい。おはようございます。今日は金曜日です。あ、こうやっているとハッコン大きいね。重い。大白くんかっこいい。足しゃべってありますね。かっこいいですね。今日は金曜日です。あー寝てたね。あー怒ったね。はい、ちょ膝ずれた。おはようございます。今日は26日1月26日金曜日です。おはようございます。はい、白くんね6キロあります。はい、猫にしては大きい方でも今もっと大きい子いるからラグドールなんですけど、ハックの品種種類的にはラグドールの中だとオスだとそんなに大きい方じゃないですね、うん、大きい子8キロぐらいまで行くから、オスはね、男の子は。ハックン6キロで、あんまり6キロだけどそんなに食べないし、どうやってこの体重維持してんだっていうぐらい小食なんですよ。毎回ご飯をはいって言ってあげないと食べてくれないんですけれどもね。ちょっと止めてましたね。ちょっと割れてきてたので治ったかな。つけとこうか。真ん中が割れるときはね、こういうの止めて癖つけてるんですけどね。はい、今日は雪が落ち着きましたね。溶け出してきてますので証券着たいと思います。まだ寒いんですけれども溶けてきてるので、まあ5度ぐらいにはなるのかなっていう感じですね。なぜ雨降ってないし雪も降ってないので、まあ足元の雪も溶けてきて地面見えてきてるので食券でも着ようかっていう感じです。なんかこのなボタン折りの長襦袢ちょっと伸びてきてるね。これの方が古いっけ？これ一番新しい気するけどね。この動画はいつ配信になるのかな？来週配信になるのか、1月終わりになるんだ、2月になるなみたいな頃なのかな。そっかそっか。1月中に久しぶりに清美の部屋を1回しましたね。月1ぐらいは最低でもしたいなとは思ってるんですけれども、知らない間に1ヶ月過ぎちゃう時もあるしね。まあお約束はできないんですけれども、まあしてもいいかなって時はしようかなって思ってますので、おしゃべりしながら着物じゃないことも、大体私が清美の部屋する時は縫い物か料理かしかしないんでそんな感じですね。はい、今日は、合わせの着物で、はい、綺麗なミントグリーンですよね、八角。紬です。真綿系です。そんなにも厚みのない真綿なので、重くもないし、そこまで厚すぎることもないし、寒くもないっていう。ちょうどいい感じ。もうこの生地まだ元気でちょっと毛がつきやすいんですよね、真綿で。あんまり着てないのでね私にしてはね、これあんまり着てないっていうレベルがちょっとよくわかんないんですけど、私レベルで言うとあんまり着てない方ですね。
まあ、演習門面もとかに比べたら結構前から持ってるにしてはやっぱり合わせっていうのもあってあんまり来てない方ですね、この子は。一番酷使するのはね、やっぱり木綿ですよね。あと夏のね、アワシジラはね、ほんと酷使しますよね。もうめっちゃ来ますね。一回来だすともうアワシジラばっかり来たくなる時があって、そういうのがあんまり合わせの着物には感じないところが、大白くん合わせの着物をあんまり増やしたくなくなっちゃった理由なのかなっていう感じがする。また着たい、また着たいっていう気持ちがそこまでないというか、寒いし着るかみたいな。あっくん何して欲しかったん？あん？お、入りたかった？はい、いらっしゃいませ。ごっくりどうぞ。あ、ごっくりどうぞ。くっついた。あ、いい感じだった。お、いい感じだった。あ、素晴らしいですね。あ、素晴らしいですね。はい、お利口さんです。はい、ありがとうございます。ごっくりどうぞ。はい。これは結構ね、丈がたっぷりあるから、割にね、長く着れる、裾長く着れてね、ちょっと寒い時にいいんですよね、足元が。あんまり長く着るとね、汚れちゃうんですけれども、ほどほど、私にしては長めに着れるかなっていう感じですね。そう、もう本当、演習木綿とかも、演習木綿、クルメガスリ、オタオリ、アワシジラ、ここら辺は、また来たい、また来たいってシーズンになると思う生地。やっぱいいよね、やっぱ楽だよね、やっぱり。サクッといくよねみたいなのがあるね。だから合わしじらはすごいと思うんだよね。なんでかっていうとさ、普通でもすごいしんどい、ちょっと暑い時に着る生地なんですけれども、それがねまた着たくなるなと思うってことは、よっぽど気持ちいい生地っていうことなんだろうなと思うんですよね。おたおりも旅行先で2日目疲れててって時に着たくなる着物かな。暑い時じゃなければ、すっごい暑い時はそこあわしじらに変わるんだけど、すっごい暑い時期じゃなければボタおりっていう感じかな。なんだかんだ言ってね、そういう感じになっちゃってるね。よっぽど好きなんだろうなぁと思う。まあ、ビンゴガスリも気持ちいい生地なんですけど、今年あんまり着てないのは傷んでるからなんですよ。だいぶ色が褪せてきてて、あ、治った？治った前髪。治ったね。よし、OK だ。置いとこう。そうなんですよね。まああんまり作られてないっていうのもあって、あんま酷使してすぐダメにしちゃうのも嫌だなと思って、最初に作った染織こだまさんで作ったボタオリの着物と、ビンゴガスリは痛めたくないから着てないって感じ。縦林もそうだけど、
本当は来ちゃってもいいんだけど、他のその演習とか他の久留米がするとかもあるから、そっちを来てるって感じかな。なんか同じぐらい傷んできたら同じローテーションにしていくかもしれないんだけど、なんかそんな感じですね。結構どうしても着物って全部家にないから、最初に普段着用にっつって買ったやつって最初のやつってすっごい傷んじゃうんですよね。しょっちゅう洗うししょっちゅう着るから。はい、今日こんな感じで、一重の博多半幅帯とひびひもの青ネス。この着物の時はやっぱり襟とかもすごい、やっぱこれ嫌だなとか、やっぱりなんか制限がつくな、この着物の時は。あんまりやっぱ得意じゃない色柄なんだよね。なんだろう、バランスはいいんだけど、ねんねっぽく見えるなっていうのがあんまり好きじゃないから、若々しく見えるのとねんねっぽく見えると違うじゃないですか。なんかね、そう、そっち、ねんねっぽく見えるのは、ちょっともう年齢的に嫌だなっていうのがあって、この着物が、ちょっと、雰囲気が基本的に若く見えちゃうんですよね。私は、キャラ的に、この、格子がね、そして紺色がね、ちょっとなんか画面が白いな。よ、なのでそのなんかこう年齢っぽくさをなくすコーディネートを選んでる感じがするな。なんか本当は今日この襟じゃない長襟が置きたかったんだけど、はぁ、ダメだ。なんか当たり前すぎて面白くないと思ってやめたって感じ。赤いあられの北谷さんの手ぬぐい入りにしようと思ったんだけど、紺色と赤、ダメだ、今日はなんか合わないと思った、今日はダメと思ってやめました。色的には合うんだけど、私的に消化できない組み合わせだった今日は。雪が降って久しぶりにウールのコートを来たら首が痒かったですね。ちょっと痒いんだよね。だからなるべく昭和コートの方を着たいんだけど、痒くないから。ちょっと寒いんで、生地がね、ウールのコートほど暖かくはないんで、羽織着て着るか、羽織下着てだったら結構あったかいんだけど、さすがにね、雪が降り込んでる時ってのは冷え込むのでね、それでも寒くて、ウールのコートを出してましたけど、そういう時ぐらいかな、最近はウールのコート出すのは。基本的には昭和コートで、中に羽織下入れたり羽織着たりして対応している感じですね、私は。はい、今日こんな感じです。なんか上が白いわ。はい、まあ何のことはない、普通のコーディネートなんですけど、これ合わせの着物でも一重の博多半幅帯でも大丈夫ですよっていう感じです。はい、ちょっとなんか明るす、ここがこっちが
違うな、上が明るすぎるのかな。はい、今日こんな襟です。すごいね、なんか首シワあるのに見えなくなってる。すごい女優ライト効果になってますね。はい、紬ですね。真綿系でございます。はかけが自分で選んだやつなので、まあ私のセンスですね。はい、デボタ織りの長襦袢は染より小玉さんです。はい、これはね、生地が安かったから買って、でなんかまあまだ藤子坊さんと出会う前に、地元近くにある高級呉服屋さんみたいなところでお仕立てをしてもらったやつなんですけれども、はい、まあこんな感じですね。はい、まあ絹だったらあんまり問題なくどこでも仕立ててもらえると思います。はい、帯が一重です。はい、帯締めがもたはんさん。この帯は着物オフさんで新品を買ったやつね。うん、で足元が久しぶりに草履が履けそうっつんで、恵比寿旅さんの寝る旅なんですけれども、新しめの方を履いております。でかんざしはこんな感じです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、今年1回目のライブというか興味の部屋は、ホットケーキ曲っていう何でもない動画になりましたね。まあでもその中にもちょっとこだわりがあって、ヨーグルト入れたりとかするんですけど、私いつもはブルガリアヨーグルトとかあっち系のヨーグルトを入れるんです。なのでもうちょっと水分がもともとヨーグルトにあって、別に水分切らないでそのまま入れるんですけど、今回なんだっけ、トップバリューで売ってるギリシャヨーグルトだっけ、なんかそういうの初めて、まあ砂糖入ってなければいいんですよ、買ったら、あれが結構硬くって、ああもうちょっと牛乳入れてよかったなっていう感じで、次はもうちょっと柔らかい生地で作りたいかなと思って。でもね、いつも食べてた粉もね、なんだっけ、ベストプライスっていう、まあまあなんていうの、イオンに置いてある安くなんだろう、あれ何、自分とこの商品みたいな感じで売ってるやつなのかな、シリーズなんですけれども、よくある森永とか、ああいうなんていうとこの昔からあるホットケーキミックスよりも甘くなくって、バニラビーンズとか入ってないからか、小麦粉の味がして美味しかったですね。うん、甘くないホットケーキ好きな方はいいと思う。甘い香りが、そういうバニラの香りが欲しいっていう方は普通のホットケーキミックスで作った方がいいと思う。あれあんまりそういう匂いはしなかったですね。もう本当好みなんでね、あれなんですけど、そう、あとはなんか油についてお話ししてましたね。食についてのお話をしていましたね。うん、一応自分は食品を扱う仕事をしているので、それなりに理念があって、自分たちはパン屋をやっているんですけれども、なんだろう、それは何でかっていうと、うちらは卵にアレルギー対応のパンを作っているっていうこともあって、アレルギーについてわからないと、なんだろう、ある程度理解がないと商品開発ができないので、いつの間にかお客様に教えてもらったり、マネージャーがいろいろ調べて分かったことを共有して覚えたりで、いつの間にか身についた食に対しての情報で、いつの間にかそれが理念になっていくというか、自分の思っていることと合致しているっていうところもあって、やっているんですけれども、まあ、着物と一緒ですよね。で好きっていうのがあって、いつの間にかいろいろなことを知っていって、なんか自分の核となるものができるっていうのと同じで、私にはまあそういう
格がいくつかあるんですけれども、まあ、着物のこと、食のこと、あとは洋裁のこと、だいたいそのね3つがあるんですけれども、そうですね、なんだろう、でもその中になんか一つ一個でっかいこうまとまりが、その道徳心みたいなものがあって、それは多分幼い頃から少林寺拳法で教えてもらったことなのかなという気がしますけれどもね。なんか道理が通ってないことは好きじゃないというか、だからなんか普遍的な価値観っていうものはすごく大事にするんですけれども、流行りだからこう考えるっていう考え方には違和感を覚えるタイプなんですよね。なので食に関してもやれ油抜きだのやれなんとかダイエットだのっていう、食もファッションもそうですけど、すごい人なんていうのかな、マスメディアが作るなんていうの、流行り、なんていうのかな、みんなが飛びつきやすい、分かりやすい、お題に流されやすいんですよね。で、ファッションに関しては日本はもうすごくこう飽和状態になってるので、洋服の文化もそうなんですけれども、私の若い頃って言ったら、田舎から東京、千葉に行った時は、その千葉に行った時、東京のにとかね、千葉のね、駅とか歩いてると、若い子はみんな同じ格好してたし、同じ髪型してましたね。流行りの格好をみんな真似するっていうのが、で5年前に流行った服を着てたらバカにされるみたいな、そういうところはありましたね。でも今の日本はそれはなくなってる気がします。そういう流行りっていうのを何週、3週ぐらいしてるのかな、その流行りのステップがどんどん速くなって、最後の3週目なんてこうなんていうのかな、前の流行りを巻き込むように回っていって、そして今はもう皆さんそれぞれ自分の好きなものを選ぶ時代になってて、それとは別に機能的なものを求めてるっていう方は機能性でも行くし、着心地でっていう方もいるし、スタイルでっていう方もいるし、それはもう人それぞれになっていて、今の日本はそんな感じかなと思います。髪型にしてもみんな同じ髪型ではなくなったしね。昔はショートが流行ればみんなショートになったり、ロングが流行ればロングとかね、私らの若い頃、私のもうちょっと子供の頃はね、皆さんなんかお姉さんたちは聖子ちゃんカットしてたりとかしてたじゃないですか。そういうのが今の日本はねなくなってきてるかなと思うんですけど、ただ食に関しては一向にやっぱり流されやすいなというか、グローバルに流されやすい、食に関してはグローバル情報が結構左右してるかなっていう気がして、極端な偏食に持っていかれがちな気がしますね。それが私にはちょっと不思議に思うというか、自然じゃないし、なんだろう、もうちょっとなんていうのかな、もうちょっとすっきりと単純に考えたらいいんじゃないかなと思いますね人間って動物だからっていう考えがないから、多分極端ななんとか抜きの食事がいいとかに思い込むんだと思うんです。人間って動物の一種ですよね。何でも食べれる雑食系の動物です。何でも食べれる、火を使ったりとか調理したりとかして、いろんな食材を食べることが得意な内臓を持っていて、でもその代わり同じものを大量に長期間食べるっていうのには向いてない臓器なんですよね。
そこを踏まえた上で生活すればもっと楽しくなるんじゃないかなと思うんですけどね。食文化も普通にいろんなものをちょっとずつまんべんなく楽しく食べればいいんじゃないかなと思うんですけど、そうすると多分もっと脳のバランスが取れてきて、過剰にあれが欲しいこれが欲しいっていうのが収まってくると思うので、もっとコンプレックスなく普通に自分たち動物だからっていうのを一つ頭の片隅に置いといて、普通にいろいろなものを旬のものを食べていけばいいと思います。特に日本は四季がある国なので、昔からその季節に採れたものを食べて生きているのでそうやって生きていけばいいんじゃないかなと思いますし、小麦だって昔から食べてたし、穀物としてね、お豆も普通に食べてたし、なんだって食べてたわけで、そうなので普通にそうやってやればいいのになって思うんですけどねなんかね極端にそうですね、アレルギーがある体的にね、アレルギーがあって取れないっていうのは取らない方がいいし、取っちゃダメなんですよね。それはなんていうのかな、しょうがないことだし、そういう方たちは絶対取っちゃダメだと思うんです。でもそうじゃなくて何でも食べれるのにあえて食べないっていうのはもったいないと思うんですよね。なんか喜んで幸せに食べればいいと思う本当に。食事の制限がどうしても体的にある方からしたら、何でも食べれるのに食べないっていうのはもったいないなと思います。なので小麦アレルギーじゃないのに小麦をあえて取らない必要はないと思いますし、そう思いますよ。本当に好きなものを適量食べるっていうのは大事かなと思いますね。清美の部屋ではね、ちょっと油についてお話ししてましたね。はい、そう思います。ちょっと食のことについてもちょっといつも、って、こう、マスコミが騒ぎ立てることが、って思うことが結構多いんで、かといって、あんまり偏った、過敏すぎる情報もおかしいなって思うんですよね。動物なんだから、まんべんなく食べればいいだけなんじゃないかなって思います。はい。まあ、着物も、別に、補正しなくっても、自然に着ればいいんじゃないかなと思うのと同じな感覚かな。あんまり、偏った考えってそんなに好きじゃなくって、そういうところは。偏った考えって流行りに、左右されやすいんですよね。で、今ね、若い方だったら何でも食べれるからなんか、太っちゃうしとかっていろいろ思うかもしれないけど、ある日突然本当に生クリーム食べれなくなっちゃったとかねお肉食べれなくなっちゃった、気持ち悪くなるんだよねみたいな、アレルギーじゃないけど胃がもう受け付けないとかね、弱っちゃっててとかっていうのもあるので、若いうちに食べれる時に食べたいもの食べたらいいと思いますよ。辛いものとかも、私は辛いもの好きだったんですけどね、若い時もう全然食べれなくなって、やっぱ胃潰瘍を治ってから何回か挑戦したんですけど、青くなるんですよね。で、やっぱ気持ち悪くなって、すんごい痛くなって、その後、なんかもう1、2週間胃が痛いんですよね。で、やっぱり、見てもらったら、胃潰瘍は治ってるんですよ。要するに出血は止まってるんですけど、結構深く胃潰瘍行ってて、薄い壁のところがやっぱりあるみたいで、胃の中に。2箇所あるんですよ。放置してたんですよ。お腹痛いなと思ってたら胃潰瘍だったんですよね。39歳の時に、40歳で、胃の検査するじゃないですか。市でするのがあるんですよ。その前にピロリ菌検査しませんかっていうのがあって、
あ、ピロリ菌検査って簡単にできるんかなと思って行ったんですよね。で、血液取って調べるんだったんだかな、なんかしたんですけど、そしたら、めっちゃありますって出てしまって、ガチピロリ菌だらけですみたいに出て、あ、やべえと思って、それで、胃カメラを飲んで、鼻からやるのかなと思ってたら、こんないっぱい出る人は、ちゃんと口からじゃないと、ほんと隅々まで見ないとやばいからっていうんで、口からのやつで人生初めての胃カメラを飲んだんですよね、39の時に。そしたら出血してましたあの絶賛出血中のところと、出血しきってめっちゃ深い V の字になってるところが映って、その時は麻酔をしないで飲んだんですよ。めっちゃ痛かったです。でも実際その映像を見て、あーってあー血が出てるなーって思いましたね。じゅわーって、わーって、本当に、指を切って、水につけた時に、水の中で血がさ、わーってなるじゃないですか。あんな感じだった。いやー、なうじゃん、これ、と思って。今、みたいな。マジでびっくりしたんですけど。でもまあ、ピロリ菌、の除去の薬を飲んで、その出血も止まったんですけど、やっぱりこう壁がそこまで薄くなってると穴を開けることはないけれど、なかなか同じ厚さには戻るのが大変みたいで、胃が弱いままなんですなんでいろいろ食べれないものがあるんですよ何年放置してたかわかんないんですけど、同じ場所が痛くなかったですかっていう質問に対して、同じ場所がお腹がすくと痛いっていうのは小学校の時から痛かったんですよね。えってそんなバカなって思いながらで、お水を飲んでごまかしてましたって、お水じゃ治りませんって言われましたなので同じ箇所が痛い方は胃カメラ飲んだ方がいいですよ。せめてピロリ菌検査したらいいと思います、若い方でも。うん、やっぱりなんだろう、なんか便の色とかでわかるっていうけど、いつも自分が見てる色が普通だと思ってるので、あんまりわからなくって、確かにあ、そうか、黒かったんだって後になって分かったんですけど、それが普通だと思ってたし、血の色ってそんな胃の中の血の色が外に出るって、そんな色で出るんだっていうのが分かんなかったんですよね。なのでお腹空いた時に同じ場所がずっと痛いわっていう方はちょっと気をつけた方がいいと思います。はい、病院行って見てあげてください。もしかして絶賛出血中かもしれないびっくりした39歳の時の出来事でした笑っちゃったもんあらーと思って、先生もあれ2箇所って言われた、あーみたいな、これは痛かったはずだよって言われて、痛かったよって。でもずーっと痛いと麻痺してて、そんなもんだと思ってるんですよね。空腹って同じ場所が痛くなるっていうのは幼少期からあったから、それが普通だと思ってたんですよね。うん、でもそうじゃなかったっていう。私が唯一体調が悪かった時に下された、ちゃんと病院で分かった病気が胃潰瘍みたいな感じでしたよ。まあ治ってもバリバリ濃いものを食べれるとかにはならないですね。はい。そんな感じです。なんかよくね、うん。あんまり動画を始めたなりの頃、もっと現場でいつも出てたので、もうちょっと痩せてたんですよね、今よりもでやっぱり痩せてるから似合いますねみたいなコメントとかあって、いいですねみたいな、いいのかなみたいな、胃が弱くて食べれないだけなんだけどなっていうむしろもっともりもり食べて筋肉つけて運動してっていう方が絶対いいと思います。はい。そう思いますね。そうできる方はぜひやってみてください。はい。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。また、清美の部屋やるとき、皆さん見ていただけると嬉しいかなと思います。
今度は縫い物を久しぶりにしたいね。8分落ち着いた。うん、かわいい。あー、かわいい。はい、見えん？見える？なん？あくん、こっち、こっち向いて。あ、向かない。はい、すいません。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、あん、はい。あくん、足毛伸びたね。この間滑っとったと思ったらこんなに伸びとったよ。足毛が切らなきゃね。うん、かわいいね。おー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 おほ、かわいい。かわいい。それでは皆様良い一日を。お利口さん、あ、かわいい。はいはい。ではでは。では撮りますね。はい、1、2、3。もう一回。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。Thank you.